トヨタ MRS はミッドシップスポーツ MR2 の後継モデルとして1999年に誕生した。ミッドシップというレイアウトこそ同じだが、 MRS はオープンモデルへと変化を遂げ、そのキャラクターも MR2 とは大きく変わることとなった。この変化は MR2 が年々パワーを増し、最終的に一部の限られたユーザーの車となってしまったことへの反省でもあった。トヨタはオープンエアという要素を加えることで、 MRS をより多くのユーザー層を狙えるモデルに方向修正したのである。 MRS に搭載されるパワーユニットは 1.8 リットル直列4気筒 DOHC の 1ZZFE 型。スペックは最高出力140馬力、最大トルク 17.4 キロと MR2 時代からすれば控えめなものとなった。ただしボディが大幅にコンパクトになり、グレードによっては車重1トンを切ったから、このエンジンは必要十分なものだった。組み合わせられるトランスミッションは当初5速マニュアルのみだったが、2000年8月にシーケンシャル機構を持つ2ペダルの5速マニュアルが追加された。さらに2002年8月にはギアが6速化され、2ペダルマニュアルも6速となった。この時2ペダルマニュアルはシーケンシャル機構の制御も進化し、より違和感のないシフト操作を味わえるようになっている。軽いボディと適度なパワー、ミッドシップならではのバランスに優れる運動性能が相まって、 MRS の走りは実に爽快なものだ。とかく以前の MR2 と比較されるため、それほどスポーティーな扱いを受けない MRS だが、持てるポテンシャルを限界まで引き出すと十分以上にスポーツカーの走りが堪能できる車である。Thank you.